こんにちは、大乱闘スマッシュブラザーズディレクター空の桜井正宏です。いよいよスマブラスペシャル最後のファイター発表になりました。まあ言っても一つ一つは単なるダウンロードコンテンツですからね、予算がないんですという理由で、ディレクター自身がプレゼンになった私のご紹介番組もこれが最後です。寂しいことですね。先に追加されるミーファイターのコスチュームをご紹介しておきます。少なめですが一応あります。こちらをどうぞ。まさかのドゥームスレイヤー、ファンからはドゥームガイなどと言われますが、原作についてはここでご紹介することができませんが、 FPS の始祖ですね。どんなコンピューター上でも動くとか動かないとか配信日は10月19日です。この日最後のファイターが配信され、それでスマブラスペシャルの配信はいよいよ終了となります。2018年3月、最初のムービーが発表されてからの感情でも丸3年半以上経過しています。中学や高校を入学から卒業までできてしまうという。開発はスマブラ4から地続きに行われており、プロジェクトスタートから数えると小中学校を合わせた義務教育も終わってしまう長さなわけで、長い。それはもう筆舌に尽くしがたいいろんなことがありました。しかしこのゲーム業界である種のお祭りを提供し続けられたことは価値があったのではないかなと思います。しかしいよいよ今回がラストです。最後の一人となる参戦ファイターをこれからご紹介します。こちらをご覧ください。
と私ですら驚いてしまいますが、キングダムハーツから空の参戦です。私の会社名と同じだな、偶然ですが、ちなみに空とは英語で言うスカイのことです。これ、海外向けの親切な説明というやつです。まずは原作のご紹介から。キングダムハーツとは2002年からディズニーとスクエアエニックスにより展開されている作品です。ディズニーの各種作品の世界を股にかけ冒険するアクション RPG シリーズで、ソラはその主人公。シリーズは多岐に及び、システムや主人公が変わることもありますが、基本的にはソラの物語になります。が、ご協力を得てここにソラの参戦が実現しました。なんと早速、スマブラでのソラをお見せします。本当にいるいや、この右の人ではなくて左の人、右の人マリオって言うんで、キーブレードを携えてスマブラの世界に立っている最後にふさわしいファイターと思うのですが、いかがでしょうか。ソラが最も望まれる参戦ファイターであることは分かっていました。6年以上前、スマブラ4の時、スマブラ投稿権というアンケートを行ったのですが、新規参戦希望キャラクターの中でトップだったのがソラです。当時スマブラ投稿権の開催にあたり、生前の岩田社長と打ち合わせた結果、集計結果は伏せることになりました。上位の各キャラクターを参戦希望するユーザーが各メーカーさんに激しく要望してしまうことにより、各方面にご迷惑をおかけしてしまうからです。結果を発表できなかったことは申し訳ないと思っていますが、長きを経て今日の結果につなげられたことは良かったと思います。ソラの参戦がいかに難しくハードルが高いことか、事情を察することができるほど、分かってくれると思います。少なくとも他のファイターが一人増えるのとは意味合いが異なります。しかし今こうしてスマブラの舞台に立っています。私としても驚くばかりですが、いろいろなご協力を得て、参戦に至ったという次第です。ありがたいことですね。早速ご紹介していきましょう。例によって開発中のものなので、バランスは変わる可能性があります。またカメラは特殊なものを使っていることをご了承ください。これを言うのも最後ですね。今回のプレゼンではソラの声は英語になっていますが、日本語と英語が実装されます。ダウンロードコンテンツのファイターは趣向を凝らした個性が強いものが多かったですが、今回は比較的素直に誰でも使えることと思います。ただ個性がないわけではないです。むしろ高い方だと思います。まずは大雑把な特徴から。性質上空中戦が得意です。空ですからね。空中ジャンプも高いし、復帰できる距離もかなり長い。その分、挙動がふわりとしています。優しめです。大きな弱点ですが、体重はかなり軽いです。シゼさんや子供リンクよりもさらに軽いぐらい。質量という理由が、性質というべきですかね。つまりこれは吹っ飛ばされやすいことを意味します。カラーバリエーションについても、最後だしおしゃれな空のことだから頑張ってみました。体型や顔は、初代キングダムハーツの空で、彼が衣装替えしているようなイメージになっています。後のシリーズは成長して、髪型や体つきも違ってきますからね。ご覧ください。1P、2P、3P、4P のそれぞれが初代、2、3D、つまりドリームドロップディスタンス、あと3風の衣装になると。豪華ですね。それぞれでファイターのアートワークのポーズも変えています。原作の劇中においてもソラのコスチュームというのは多彩に変わるのですが、特に基本となるシリーズの4つを抑えられたのは大変良かったと思います。どうです、豪華でしょうそして 5P 以降はそれぞれの服装をさらに色替えしています。 6P はキングダムハーツ2のブレイブフォーム風、 7P は
キングダムハーツ2のビズダムフォーム風、 8P はキングダムハーツ3のアルティメットフォーム風では、 5P はというとこれです。タイムレスリバー風、ちゃんとフェイシャル、つまり表情も専用に持っている贅沢仕様です。これに伴いファイタースピリッツも5種になります。1、2、3D、3、タイムレスリバー、 DLC の中では最も凝ったコスチュームであると言えますね。では技の説明に移ります。映像配信も最後なので参戦ファイターの振り返りもしたいですね。お相手として無理やりにでも全員出していきたいと思いますので、よろしくお願いします。で、誰によろしくお願いしますって言ったのかな最後までいけるかな。空の攻撃は原作も踏まえ比較的ゆっくりめに出ます。出だしのスピード的には不利だけど、攻撃が出ている時間が長い分打ち消しやすいという側面もあります。またボタン連打あるいは押しっぱなしで一部の技が3連コンボになります。これがあるとさらに原作っぽい動きになりますね。具体的には弱攻撃、横強攻撃、通常空中攻撃、前空中攻撃の4つが3連コンボになります。そのまま A、 前に入れて A、 空中でそのまま A、 空中で前に入れて A。 弱攻撃はスピード早め、攻撃力低め、横強攻撃は比較してスピード遅め、攻撃力高め、通常空中攻撃は牽制でオールラウンドに使え、前空中攻撃はステージ外に追い込むのに使えます。どちらも小ジャンプから使うことで、地上戦にも向きます。小ジャンプ攻撃は攻撃ボタンとジャンプボタンを同時落ちするだけです。ブンブン振るっているだけでもある程度の脅威にはなります。ただし小ジャンプからだとヒットしなければ3発目が出る前に着地してしまいます。ヒットしない牽制なら2発止めにした方がいいかも。コンボ中にボタンを途中で止めて別の技につなぐのもありです。ちょっと忙しいですが空中途中止めの急降下で地上コンボにつなげる手もあります。実はコンボと単発止めで相手の吹っ飛ばしが変わっていることがあります。これは横強攻撃コンボ1発目に注目してください。相手が吹っ飛ばないですよね。これは単発止め、相手が吹っ飛ぶ、威力も異なります。3連コンボ以外の技をご紹介します。まず上強攻撃、攻撃時間が長く連続ヒットします。見た目通り対空に使ってもいいですが、近ければ地上の相手を巻き込みます。また相手の蓄積ダメージが低ければ追撃を加えることができるかも。下強攻撃、隙は弱攻撃単発より少ないぐらいで使いやすいと思います。そしてこの浮かせて引き寄せられるような軌跡を見れば使いどころはなんとなくわかるはず。先ほどの上強攻撃などコンボの起点になります。空中コンボなども通りやすいです。横スマッシュ攻撃、大きく振りかぶってから打撃する技で普通に使う上では撃墜の主力技。空の特徴から持続は少し長めかも。上スマッシュ攻撃、キーブレードから放つフラッシュで攻撃する技。隙の大きさから対空攻撃に使いにくいところもありますが、攻撃範囲は意外と広いです。中心で当てるようにした方がわずかに大きめに吹っ飛ばすとか、結果的に相手がかわしにくくもなります。先ほどの下強攻撃と組み合わせるのも良いかも。下スマッシュ攻撃、小ジャンプから下突きをする技。ジャンプするので足元の攻撃を避けつつ攻撃することができます。また衝撃波を含む攻撃範囲は割と広めです。ということは一部ファイターに対する置き攻めにも使えるかもしれませんね。コスチュームを変えてみました。次は空中攻撃、通常空中攻撃と前空中攻撃はコンボなので後ろ空中攻撃から、
シンプルにバシンと叩きます。軽めのファイターのスマッシュ攻撃程度の攻撃力はあるでしょう。振り向きつつ使えばこのように小ジャンプからでも出せるけど、コンボが強力なので他のファイターほどのアドバンテージはないかも。上空中攻撃、見た目通り対空技として、ジャンプ力が高い空なので結果的に迎撃可能範囲は広いです。下空中攻撃、これは原作ではハリケーンピリオドと言われていた技。縦回転しながら急降下攻撃します。後で説明しようと思いますが、他のファイターではなかなかできない運用ができます。そして各種投げ、投げ前は比較的スタンダード、打撃は第三者にも当てられます。投げ後ろ、原作でもこういった投げをしますね。吹っ飛ばしが高い上、他者を巻き込むことができます。上投げ、条件が揃えば空中での連続攻撃にも使えるかも。下投げ、威力は低めですが相手を引き離さないので各種コンボなどがつながりやすいです。そして必殺技のご説明です。またコスチューム変えます。通常必殺技は魔法、なんと3つの魔法があり順次切り替えられていきます。ファイガ、サンダガ、ブリザガと、蓄積ダメージ部分に常に装填されている魔法が表示されています。打つと切り替わると、打つたびに自動切り替えで次の魔法が装填されるので、使う側も対戦相手も次に出る魔法を意識すると良いでしょう。まずファイガ、まっすぐ横に飛ぶ魔法でボタンを連打することで連射できます。止めると次のサンダガへ。弾が大きめでリアクションが大きめなので中距離が得意な相手によく効きます。単発で放ってそれを起点にいろいろな攻めをするのにも向いています。サンダガは雷撃がまっすぐ3つ目の前に落ちてきます。隙が大きく当てにくいところありますが、攻撃範囲が広く最初の1発に当てれば3発とも当たるようになります。空中発動によるサンダガは地上よりも範囲が狭くなります。ただうまく当てることで画面外押し出しにも有効に使えます。相手の行動を制限しやすいのでハマれば強いですが、くれぐれも隙にはご注意を。次にブリザガ、攻撃範囲は一番狭いですが相手を凍らせられるという特徴があります。無数の弾が出るのでかすって当てるよりも直撃してたくさん当てた方が良いです。凍らせられたらボタン連打などで復活を早められますが、原則的に蓄積ダメージが大きいほど長く凍っています。当然追加攻撃を与えるべきですが、強化中のダメージは半減します。できれば解除された時にヒットさせるのがお得。魔法はそれぞれ反射ができます。性質上上に打ち上げてしまうサンダガには効果が薄いかも。吸収もできます。特にブリザガがまとめて吸収された時の回復量などは大きめ。しまうこともできますが、まずサンダガは真下に落ちるため空中で使わないと意味がありません。ブリザガは粒子の中の一つしかしまえないので実質出番はないと思います。いずれにせよどの魔法も牽制に適しているので、反撃を受けにくい範囲でどんどん使うと良いでしょう。それぞれにヒットしたりかわした後まで考えられれば、おのずと戦法は広がることと思います。対戦中使いたい魔法に合わせておくため、しれっと空打ちするのもありです。サンダガ使いたいなって時こうやって。ところで余談ですが、上アピールでも順番に切り替わる魔法表現になります。ストップガ、エアロガ、ケアルガと。ただし何の効果もないんですけどね。見てくれだけとはまさにこのこと。横必殺技はソニックレイブ、なんと3回任意の方向に飛べる技です。最初は必ず真横に飛びますが、この技によってかなり柔軟性のある飛行ができます。連続で飛ぶのはスティックを飛びたい方向に倒すだけ。ボタンを連打すると2回目以降に近くの相手にロックオンして飛びます。
この時の攻撃力はより高く、また移動距離も多少長いです。ただし自滅に注意。移動はピカチュウや月光河の上必殺技に似てますが、ロックオンによる突進はアバウトな反撃手段として有効です。使い分ければ移動にも攻撃にも頼りになる技です。高い復帰力を誇るのは言うまでもありません。相手に当てたらその状態を見て攻撃を続けるか間合いを置くかを使い分けたら良いと思います。落下のごまかしにもどうぞ。なお突進のたびに速度と距離が少しずつ落ちていきます。相手にヒットしたりシールドされても下がるので、相手の近くで隙をさらさないようにご注意。コスチューム変えます。上必殺技はエリアルスイープ。回転しながら上昇し相手に連続打撃を与えます。リンクの空中回転斬りに似てますが、こちらは地上にいても上昇します。吹っ飛ばし力もそれなりにあるので、うまく当てれば上空の相手を撃墜できます。なお上昇中わずかに左右に動くことができますね。そして誰もが頻繁に使うべき重要なポイントとして、上必殺技後ジャンプの頂点では横必殺技ソニックレーブにつなげられるという性質があります。これはとっても大事なのでぜひ覚えてください。画面のどこにいたとしても空中ジャンプ、エリアルスイープ、ソニックレーブを併用すればかなりの追撃や復帰ができます。もう空は空のものといっても過言ではないかも。例えば下空中攻撃、上必殺、横必殺、3つのうちの2つほど上昇要素があれば十分です。空中ジャンプで制空権を取ってからとか、えい、空中コンボを空中ジャンプでフォローし上必殺とか横必殺で戻る。上必殺から横必殺で締めるのは必ずマスターしてください。これは逆にしても発動しないです。空中コンボを振り回し適当なところで帰るっていうのも結構有効です。相手の復帰手段が攻撃系なら次にご紹介するカウンターを当てるのも良いでしょう。余裕で帰れます。相手はそうじゃないかもしれないけど。というわけで下必殺技はカウンターなのですが、他のファイターのカウンター技と性質が異なります。これが普通のファイターのカウンター。相手の攻撃はピタッと止まっていますが中断はされていません。こちらが空のカウンター。相手の姿勢が崩されています。これは原作にあったカウンターを再現しています。相手が少し遠のくことは覚えておくと良いかも。例によって相手の攻撃力が高いほど相手に強い打撃を与えます。前方に対してカウンターするので後方からの攻撃は受けにくいです。必ずダメージを食らうというわけではありませんが、なるべく前で受けましょう。それと飛び道具などを受け流すことができます。多くの弾は後方に流してしまうために反撃にならないですが、受け流し後に即攻撃するので近い相手の打撃にはなりやすいです。多人数戦なら第三者に当たることもあるかも。攻撃力は 1.4 倍ぐらいに増えています。なお受け流した弾は空に攻撃権があります。以上技をご紹介しました。全員綺麗に登場させられたはず。皆様お疲れ様でした。皆様って誰あれ最後の切り札はと思うかもしれませんが、ここでは説明を省略してしまいます。自らの目でご確認を。なお切り札の名前だけお伝えしておくと鍵穴の封印と言います。総合的に見てソロは非常に原作っぽい特性で動くことができます。お楽しみください。次にステージのご紹介です。逆巻く滝の底から遠くに見えるのは滅亡バスティオンです。
キングダムハーツの終盤付近で登場するマレフィセントの居城、2ではレイディアントガーデンとして再建が進んでいたところですね。昔はレイディアントガーデンでホロー・バスティオンと化し、またレイディアントガーデンとして再建されると。地形自体は比較的シンプルで、中央に板が1枚、ホロー・バスティオンの近くを巡回しながら戦います。原作地形が垣間見られますね。原作では難所だったこともあり、この地形を眺めながらいろいろ思い出す方もおられるのではないかなと。しかしこのステージ、単純にホロー・バスティオンを周回するだけではありません。制限時間が近づいたり、ストック数が減ることで試合終了が近づくと、というように背景が原作でおなじみの心の中の世界に遷移します。これはダイブトゥーハートと言います。なんて粋な演出なんだろう。登場キャラクターもいろいろあります。お見せしていきます。こういった演出でいろんなキャラクターが楽しめるのは望ましいところではないかなと思いますね。もちろん戦場化、終点化もできます。はい、それでは、恒例のお試しプレイに行きたいと思います。前回のカズヤの収録の時、実は CP の都合で近接戦闘がほぼ効かないっていうような状態になっていたんですね。なので、遠くの間合いからという攻め方をせざるを得なかったんですが、まあ、開発中あるあるで、どういう風になるかなと。今回は、今回は体力制でやろうと思います。これだと、空の空中制動能力みたいなものはあんまり生きないルールなんですが、もしもこれでフィニッシュをすると、ちょっとだけ原作に沿った、素敵演出が入ることになると思いますので、できればお楽しみにしてください。では始めます。はい、今回の相手はこの2人です。因縁のある2人。読み込め早いな。とりあえず魔法で牽制をしたり、よしよし、カウンター。近いところで、ああ、ブリザがやっても第三者に邪魔をされるというのはもちろんありますね。あ、忘れてた、コンボをキャンセルしてとかもやんなきゃね。痛い。なんだかんだで一進一退の攻防ですけど、セフィロスだけがちょっとリードしてるかな。おっと、やられた。空中攻撃ニュートラル。ダイブトゥーハート始まりました。誰かな。やっとか。よーし、まとめていくぞ。ここだ。扉の中でじっとしていてくれ。でもこっからだ。二人とも怒ってる。お、これは来ましたね。このまんま超級武神破山バージョン5も行ってほしいところ。セフィロスにね。お、いい感じ、いいですよ。ストップが追い打ちかけちゃおう。おっと、その必要がなかったか。そもそも当たんだ。うわー、まずいね、これ。今だ。はい、原作再現フィニッシュ。はい、無事に勝負がつきました。これでこういうふうにプレイするのも最後ですね。お疲れ様でした。
次に音楽のご紹介です。原作におけるそれぞれのワールドに紐づく曲の使用はできなかったのですが、それ以外の主要曲から検討しました。実装されるのは全9曲です。ステージがホローバスティオンであることを前提に、対戦シーンにも通用する代表的な曲をピックアップしています。全曲原作の音源そのままです。アレンジは基本的にはないのですが、連動企画というのがありまして、キングダムハーツメロディーオブメモリーという作品があります。これをプレイしていると、その作品内にあるディアリービラブドスイングバージョンが追加されます。ディアリービラブドはタイトルで流れるキングダムハーツを代表する曲、対戦には合わない曲であり、原曲の実装は難しかったのですが、これでなんとか。なお1曲だけ書き下ろしの曲があります。勝利時のファンファーレ、ハンドインハンドベースですね。ここはオリジナルの作曲家である下村陽子さんに書き下ろしていただいています。ありがとうございます。多数あったスマブラ用アレンジ曲もこれが最後になりましたね。原曲アレンジを含むたくさんの音楽家の皆さん、どうもありがとうございました。いろいろ仕掛けられてファンも喜んでいると思います。専用のスピリッツボードも追加されます。お題目はカイリ、ベントス、アクア、テラ、リク、シオン、アクセル、ロクサス、みんな味方キャラクターですね。アクセル、アカは名前が被っている別のキャラクターがいますから、作品名がカッコでつきます。省略するとしまらないので、改めて配信日です。10月19日に配信予定。ファイターパスボル2があればそのまま受け取り可能、単体でも購入可能です。アミーボについてもお知らせします。残念ながら現物が手元にないのですが、まずスティーブのアミーボが2022年春に発売予定です。僕を見ましたが、まさしくスティーブ、どっから見てもスティーブ加えてアレックスもアミーボ化されることが決まりました。これはまさしくアレックス、上から見ても下から見てもアレックス。そして以下のアミーボも発売決定です。これらが任天堂のフィギュアとして出るのはなかなか熱いですね。ところで本番組の収録に伴いいただいた新情報があります。キングダムハーツの各種シリーズが任天堂スイッチでも遊べるようになるそうです。なんとクラウドゲーミング方式によって、あのキングダムハーツ3まで遊べるようになるということです。対応タイトルが3つありまして、キングダムハーツ HD 1.5 プラス 2.5 リミックス、これは初代と2のカップリングで、チェーンオブメモリーズなど関連作品もあります。次はキングダムハーツ HD 2.8 ファイナルチャプタープロローグ、これはつまりキングダムハーツ 3D のリマスターがメイン。 3D ことドリームドロップディスタンスは 3DS で出ていた作品です。そしてキングダムハーツ3、いわゆるダークシーカー編の完結を迎えます。つまりこれらを遊べば空の足跡は全てたどれるということです。私はこれらをすでに遊んでいますが、全部クリアするのはかなり骨太な体験になると思います。凄まじいボリュームで。配信時期については続報をお待ちください。というわけでいよいよお開きです。大乱闘スマッシュブラザーズスペシャルの最後の放送が終わりました。本当に終わるんだな仕事を重ねていればいつかは達成できるということでしょうね。私のツイッターで今日の1枚と称してスクリーンショットを上げていますが、冷静に見るとたった1本のゲームソフトから取られているとは思えない振り幅ですよね。それだけいろいろ作ってきたということではあります。
今までの大乱闘スマッシュブラザーズスペシャルの実績などを軽くまとめてみました。ご覧ください。改めて見ると凄まじい数、ゲームのコラボレーション作品としては未曾有の領域だと思うのですが、それぞれのキャラクターには一つ一つに開発者や関係者、原作ゲームの世界、ファンなどがいるわけです。それを一手にお預かりし制作をするというこの仕事は他では味わえない軽で重大な仕事だったと思います。スタッフはもちろん広報などを含む関係者、原作に携わった方々、支持してくださった方々、楽しんでくれた方々もすべて含めお礼を申し上げます。どうもありがとうございました。最後に、空参戦ムービーの完全版、ゲームパートなどが加わったものをご紹介してお別れにしたいと思います。皆様今までどうもありがとうございました。Let's go!